はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ターポンです。ターポン実況するアサシンクリードバルハラ、今回は第15回目ですね。続きの方をプレイしていこうかなと思ってるんですけども、今回は栄光の奪還作戦の続きからですね、プレイしていきたいと思います。というわけで、ソーマの側近の人たちと一緒に。オーディンの怒りよ、ビルナか。あんたはお日様のエイボル、氷を溶かす日の光のようにあの霧を払ってくれた。ひどい目にあったってのにケロッとしてるな。襲われて家まで失ったんだろ。今は陽気な気分でも感じる？気分が変わった。これで次の気分を探しに行けるよ。最高。ビルナ、共に戦えて嬉しいよ。あんた気に入ったよ、エイボル。味方なのか敵なのか知らないけど雰囲気がいいからね。俺は味方だ。ガリンだよな。ああそうだ。あんたはエイボル、果てなき戦士、いや終わりなき戦士か。誉れある名前だ。ありがとう。見つけた時はかなり追い詰められてたな。いかにも。サクソンに追われ沼地を散々駆け巡り、盗賊の巣に飛び込んだ挙句狼まで出た。誰もが運命の日を持ってて死ぬ時が来る。その時をどう迎えるかが大事なんだ。俺には覚悟ができてた。お前が生きててくれてよかった。さあ、この3人の側近たちを助けたからね。何してる？リフ、ソーマのロングシップを作ったのはお前だって？ああ、そうだ。鋭い竜骨に頑丈なマスト、船の腹には死が掘られてる。舵を握る戦士を称える歌だ。船は命を乗せてる。ほんの数枚の板切れが人と海という名の墓場を隔ててるんだ。かっこいいこと言うな。これ以上ない場所だろ。そうだな、リフ。お前がいて心強い。こちらこそ、エイボル。俺たちを沼から救い出してくれてありがとう。こいつはいいやつだ。ソーマの日誌だ。なるほど。おーい、ソーマー。新たな日、戦いの日だ。エイボル、お前の準備はいいか？町を取り戻そう。よし。ああ、その時が来た。グランテブリッジの正門に戦士を集めておく。自分の市長からの命令しか受け付けない奴だっている。覚えとけ。俺はシグルドのためにしか戦わない。お前は今、私の指揮下にある。共にソーマのために戦え。ダグは相変わらず脳筋だからな。よーし、じゃあ行きますかね。どこに行けばいいんだ？ここか。よし。さあ、私のロングシップを呼ぶときが来たようだな。よし、じゃあ行こう。波へ向かおう。さあ、これでね、ソーマの、戦士団と合流してグランデブリッジ社を取り戻す。そんな戦いの始まりだぜ。派手な戦いを楽しみにしてるぜ。でもこれにはなんかね、結社が関わってるらしいからね。まあ、どうなることやらです。よし、 OK。 続きはと、ああ、よし、まだ準備はいいか。戦闘の開始だぜ。戦
手に分かれて隠れろ。それぞれ扉の両側につけ。この卑劣な盗っ人め、そこにいるんだろう。グランテブリッジを返せ、ウィグマンド。これ以上血を流すことはない。おさ同士、察しで話し合おう。話すだと？時間の無駄だ。人の価値は生まれで決まるのだ、異教徒よ。私は貴族で、お前たちは巨人の抜け落ちた脇毛だ。どんな例えで？この街は私が築いた。泥でできた村を豊かな港に変えたのは私だ。それを台無しにしようというのか。失せろ。泥に埋もれて死んでしまえ、異教徒どもめ。ウィグマンド、よく聞け。これが最後だ。グランテブリッジを返せ。町が私の手に戻ったなら見逃してやってもいい。はっ、グランテブリッジは私のものだ。私が王様なのだ。傷口から海を絞り出すように貴様らをこの地から追い出してくれるわ。おいたクマよ、一つ教えてやろう。産んだ傷口を癒す一番の方法は火で焼くことだ。うわい。よし、でーい。グランテブリッジシャーのデンジンよ、街を取り戻す。いくぞー。うわー、めちゃくちゃ敵いる。なんてありそうね。この街に何をして。よっしゃ、街を解放しろ。よいしょ。うい、リリリリ、ほら、よし、よし、うわ、吊るされてる、ほら、よし、まだ敵がいるぞ、やれやれ。よーし。壁の中に入ってからウィグマンドを見てない。ロングハウスに集まれ、きっとそこだ。こっちか。行くぞー。行け、そこだ、異教徒を仕留めろ。うい、そうなの、私がついてる。よし、こっから行けるか。うい、ほら、よし、えでで、ほら、よし、よし、待ったぜ。よし、倒した。おい、邪魔だ。よし、おり、おら、よし、臓物をぶちまけろ。逃げられると思うな。うい、おいで、やるじゃねえの、おら、まだ敵がいるぞ。
下に行ったな。あの犬どもはあっちの食料をダメに入れるか。一緒に畑を守ってくれ。よし、大丈夫だ、行ってくれ。ロングハウス行ったよ、制圧。よし、制圧してるぜ。あれ、敵いなくない？どこだ？こっちか。まだなんかいるのかな？そう、待って、合流か。合流しよう。ビグマンドはどこ行ったんだろうね。見たか。まあ大したことはなかったな。ビッグバンド、いつまでも逃げられると思うな。諦めて姿を現せ。異教徒がわめいてやがる。ビッグバンドはもういない。おれ、おいで、おいで、おら、キャメルクラッチ。見たか。おら、おっ、よっしゃ。畑の肥やしにしてやる。行くぞ、エイボル。ウィグマンドが見当たらない。まだ街中に隠れてるかもな。探すか。いや、無駄だろう。腰抜けめ。だが、今日我々は十分な勝利を得た。来てくれ。お前が勝利を知らせる角笛を吹け。この州すべてにグランテブリッジの奪還を知らせるんだ。分かった。角笛の音は繁栄と長寿、恵みを意味する。私が問題か。要として活躍し流れを変えたのはお前だ。お前が私の町に新たな命を吹き込んでくれ。行くぞ、勝利の角笛だ。でかくね。おお、すごい。なんかもうちょっと高い音が出ると思ったら、すごいあのトーン低い音でしたね。みんないい顔だ。選手たちよ、凛々しく美しい。それに血に染まってる。グランテブリッジは再び我らのものだ。明日にはウィグマンドの残り火をお前たちが踏み消しに行く。だが今夜は宴だ。神々のごとく飲め。何かを察してたような目だったな。飲みすぎだろ、みんな潰れてるじゃねえか。どうだ、うちの宴は最高だっただろう。たっぷり楽しんだか。ああ、
だがお前は祝ったのか、それとも傷んでたか。毎回エイボール朝まで飲んでその辺で寝てるから。襲撃の夜、ロングハウスから争う音が聞こえた。そして突然サクソンがなだれ込んできた。すぐに撤退を命じた。我らは皆死ぬ定めにあるが、あんな形ではごめんだった。その話なら聞いた。サクソンはいきなり街中に現れたらしいな。私がグランテブリッジで手掛けたものの中で、この抜け道作りは最も慎重に行った。だが今は大勢のサクソンが知ってる。この抜け道について知ってるのは私と腹心の部下である3人だけだ。あら、裏切りがあったと。ああ、間違いない。誰だ。わからない。リフト、ガリンとビルナの誰なのか。だがこの穴を掘るのを手伝ったのはあの3人だ。なるほどね。知恵を貸してほしい。お前は新しい味方だ。その目と耳は信用できる。この町を取り戻すと約束した。まだ終わってなかったようだ。なるほど。助かる。ガリンとリフト、ビルナは残されたウィグマンドの勢力を潰すために各地に向かっている。彼らと話し、共に戦い、それぞれをよく調べてくれ。私を裏切ったのが誰かを。想像もつかないほどの卑劣な裏切りだ。とにかく誓いを破っておいてボロが出ないはずはない。必ず見つけられる。私には冷静で曇りのない判断がいる。お前が必要だ。任せろ。ありがとう。どこでも好きなように見回ってくれ。街の中でも、この抜け道でも。それとこれを、グランテブリッジを取り戻した例に、数少ない一族の形見の一つだ。そんな大事なものをくれるの。ありがとう。クエスト完了、栄光の奪還作戦。お、レベルアップ。お、結露。いいね。勧誘って出てる。俺をそばに置いてくれ。みんな我らの怒りを恐れるだろう。ランク1。ヨムスバイキングだ。まあ、俺が必要になったらまた来てくれ。クエストが複数発生しましたね。3つですね。なるほど。じゃあ1個ずつやっていきましょうかね。そしたらね、その前にスキルポイントを上げていきましょう。これ取りたいのがあってね、これ、大型武器で二刀流ができるっていうやつがあって、これがね、めちゃくちゃ欲しい。よし。受け流しに成功すると、一定確率で武器が炎をまとう。かっこいいな。探検。バリン。ねえ、お父さんの斧だからね、これ。普通の剣とかもね、楽しそうなんだけどね。盾と斧の感じ好きだな。でも体験がやっぱいいな。迷うな。ちょっとこれはちょっといろいろ試してみたいんですよね。よいしょ。よし、じゃあ、そのクエストとかをちょっと進めていきましょうかね。
よいしょ。まあちょっとね、録画としては結構ちょうどいい時間帯なので、今回はここまでにして、まず近場のところから、やっていこうかなと思っております。3つクエスト出てるんでね、それを順々にやっていこうかなと思うので、次回も、楽しみでいただければなと思います。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回ちょっと早いんですけども、ここまでで切りがいいんでね、ここまでとなります。お疲れ様です。